はい、こんばんは、かけまるです。86、もっと見たいっていうことで、ちょっとここでちょっとぐるぐるぐるっとゆっくりゆっくり回ったりとか、あとテールライトとか、ヘッドライトとかウインカーとかいろいろちょっとやってみ、点灯とかやってみますんで、どうぞ86ゆっくり見てください。いかがでしたでしょうか。全然グレード低い G グレードの86後期型なんですけれども、すごい乗りやすくて、なんていうんですか、乗り心地が良くてですけど、こうなんかボヨヨン感っていうのがなくて、ガシッとしっかりした走りを楽しめる仕様になってます。すごくいい感じに仕上がってますよね。後期型おすすめです。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。